されたので、あの収録会議の夫のご紹介で、ちょっとそこら辺になんかいろんなご紹介あるんですけどね。そう、かぶりたいですね。かっこいいですね。なんかこれね。あ、じゃあスケさん、今日ちょっとこれで。今日衣装だ。多いですかね。合う合う。でっか。でっかい。大丈夫大丈夫。じゃあ今日こんな感じでスケさん行きますか。似合う。似合いますか。でもスケさん、あそこに何か触ったあれ途中でやりましょう。途中でやりますか。まあ僕は兵庫県伊丹市に住んでまして、こちらスケさんの、ね、沖縄から参りました。はい、初めてですね。あ、白鍵、ね、もうぜひとも、ね、その沖縄の方々、ね、連れてきたいって思いましてね。で、まあ話をして今日のライブを進めしたんですけれども、あのスケさんならね、あ、よく出たりしているあれで崎山のお店の横の三線教室の先生を鶴ヶ崎のそのマスターがなんか友達だったって知って、もうなんかつながってるなと思ってね。で、あのこの前ディープな話をされてましたが、全然ついていけなかったんですけどね。そう、年下でね、あの料理作ってますけど、まあ、あの僕たちはね、そのアイルランドの音楽が共通なキーワードなんですけれども、まあ、あのどうせならそのアイルランドと沖縄の音楽をね、なんか融合したような感じでね、なんか表現したいなって思ってて、はい、まあ、あのアイルランドの歌と沖縄の歌とアイルランドと、そうですね、沖縄をなんかチャンプルしたようなところね、やるので、はい、じゃあ、はい。アイルランドの声はダンス音楽でした。そうですね、ダンス中、はい、みんな今日は皆さん広げて踊っても全然いいので、あの今日名物ダンサー一人用意しましたんでね。ここのライブの時にはね、必ずね、アイシュのチューンではね、ああもう、もう踊ってきてくれる。飲んでへんで今日。いや、大丈夫、飲んでても飲んでても一緒やから。そこになんか美味しそうなお酒。あの実はあの4月にオールウェイズでやった時にも実は来てくれてたんですよ。ありがとうございます。主人と一緒に、はい、そうじゃあもうこんな感じでてるわ。で、まあ、あのもう一つね、あの僕は修羅会議にね、あのぜひともね、あの皆さん連れてきたら、あの修羅そばをね、なんとか関西風の沖縄そばを食べてほしかったなと思って、ね、あの今日のライブ企画したんですけど、どうでした？
美味しかったです。なんか薄味ですよね。ええー、まあね、薄味がいいですね。ね、うん、汁までもう飲みました。お父さん手打ちなんで。はい。あ、手打ちのそばなんですね。はい。そうそう。美味しかったです。もう。チュラそばで間違いなかったんですね。じゃあ選んだものは。え、チュラそばで間違いなかったんですね。八重山そばに近いのがチュラそばですね。ブームあんな感じで、いやいや、まあ、あの、うん、今、サマー肉を食べてるらしくて、上がってきませんが。はい。ぜひとも。じゃあ、来てにくいですね、これ勝手に借りてる。それ、多くの帽子だ。そうですね、夜来るとその皆さん夫が三振持ってもうなんか沖縄の歌を歌ってくれたりとか、本当サービス満点だね。もう本当店でこのまた次ね、はい、こっち来られる機会があれば、はい、ぜひともね、はい、本当夜にねまたね来てほしいなと思うんですけど、じゃそんなわけで、中学会議の夫が大好きな歌、ハイサイおじさん、はい、行きましょう。お林の今日は方がいらっしゃるので、ね。あね、後ろの方お願いします。なかなか見れないですよね。ね、そうですね。もうあのツアー中なかなか笑わないかすみちゃんが笑ってるっていう、ずーっと楽しそう。笑ってますよ、いつも。笑ってるんですよ、なかなかね。写真でバイオリン弾いてるんでね。なんかクールで決めるんですよ。はいはいはい。クールじゃないんですけど、笑う曲をあまり弾かなくて言えないんだけど。笑う曲を。笑う曲をハリサウリさんやってほしい。やりながら。ねえ、もう本当に楽しいですね。もう今日で3日目ですね。ねえ、本当前回もおっしゃったけどね、なんかあっという間でしたもんね。もうあの4月の時、あの最後のライブの時にスケさんがずっと大泣きしとったんですよ。カドネのなんか歌を聴きながら隠れてたのにもバレバレだったっていう。そうそう、なんかそんなね。本当面白い。はい、なんかすごくいいなと思って、あったかいなと思って、はい、で、逆に沖縄の人たちもあったかいですよ、僕行った時に、はい、ねえ、行けるんですか、行けるんですかね、なんか今回来た時に帰ってきたなって感じがします。あ、ただいまって感じ、ただいまって感じがして、ぜひぜひ、はい、呼んでください。呼びますよ。あ、すみません。僕ら練習せないかんかよ。そうですね、なかなかこの遠距離でこのユニット組んで練習する機会がない。ねえ、ね、まあ、あの来年は月1ぐらいでやってみましょう。大丈夫かな、大丈夫かな。まあまあ、そんなわけで、はいはい、あのハンマーガルシマを初めてね、あの見られたんじゃないですか。
初めてです。ちょっとね、紹介をちょっとここの場でね、させてもらうの。この楽器、大剣の木の箱にただただ弦が貼ってあるだけなんですね。で、木のハンマー、木のバチなんですけど、それバチで、弦を叩いて演奏してるだけなんです。まあ、簡単に言いますと、今のピアノの原型の形でして、そうピアノの蓋を開けるとね、まあ、弦がたくさん貼ってあって、で鍵盤を押すと、ね、演奏できる仕組みだと思うんですけど、その技術ができるのは自分でハンマーを持って自分で撮って、このダルシマって名前はそのアイルランドで名前を付けられたんですけれども、なんか決してアイルランドの楽器ではなくて、まあ、世界中に存在してまして、笛のことを日本では尺八とか忍びとか言ったり、あとヨーロッパの方ではホイッスルって言ったり、南米の方では三方やケーナって言ったりとかね、なんか一緒のような形でもその地域によっていろんな名前が付けられてて、でこのドルシマはもう中国ではヤンチンデなんですけれどとか、あとドイツではねハックブレットの名前が付けられたりとか、ほんとさまざまな名前が付けられたり、まあ、文化がないのがねその日本ぐらいなんですね。この中国、あと台湾、あと朝鮮の方だとかも、まあ、文化あるんですけれども、まあ、あの日本にはね、まあ、文化が根付いてなくて、多分日本で演奏してる人、まあ、楽器を持ってやってはる人は300人ぐらいかなって言われてます。でこれ日本で作ってないの でその輸入をするんですけど、まあ、その輸入する人も 3,4 人しかいてないの でみんなの操作は大体そんぐらいかなっていう。で演奏家として活動しているのも日本では、ね、10年まだいてないですね。沖縄でもまだ誰もいてないので、そろそろスケさんしてこう。いや、うまいのがカドネの、あーそうそう、かすみさんね、もう弾いてありましたもんね。弾いてたんで、まあ、全然簡単な楽器なんで、バイオリンみたいにね、あの自分の音程皆さん作るわけではなくて、もうほんと叩くだけでね、なんか音が出るので、後でやってみんな。かわいい。こんな簡単だから。で、もうだから僕このダルシマ普及をさすのもね、なんか自分の、ね、なんか役目かなっていう。唯一日本に初めて上陸したのが、そうです、沖縄なんですね。台湾経由で、琉球王子に入って、あの首里城の中の。ウザ楽ですね。の中で、宮殿音楽の中に使われてる。で、三線が、徳川幕府にその、ね、献上品として送られた時に同時に、ね、この鳴島が送られてきて、献上されたんですけど、その時代ドレミファソラシドがなかったから、なんて難しい楽器なのかということで、流行った。あの名古屋にある徳川美術館には今でもその当時のね、あのダルシマがちゃんと展示されています。ええな感じで、ね、説明になりますけれども、じゃあそんなわけで、ダルシマの名前が付けられたアイルランドの、そのダンスThank you.
いい曲。エンドの花。Thank you.
ありがとうございます。最後の曲ですね。そうですね。これ、じゃあ次はカブンのお二人にね、つなぎたいと思います。はい、さあ最後は踊る曲ですね。踊る曲ですね。しんみりしたってたのに。もうちょっと緩急をつけて打ち壊しながら。もう2曲続けてない。じゃあもう最後は、はい、じゃあ元気よく行ってみます。踊ってね。よっ。じゃあ、チャチャチャラララ、あーいや、チャチャチャラララ、いやささ、チャチャチャラララ、あーいや、てってってって、いやささ。もう大丈夫ですね。もう大丈夫です。早っ。もう一回練習しましょう、練習ね。せーの。やったら楽しいよ。Thank you.